スバル1000、スバル1000は、富士重工業、現、スバルが開発し、1966年から1969年まで生産していた、同社初の量産小型乗用車である。1966年5月に、富士重工業初の小型車として発売された、モータリゼーション時代に求められる直進安定性、ゆとりある、室内空間といった理想を追求し、 全輪駆動、水平対抗エンジン、センターピボット式ステアリングなどを採用した意欲的かつ挑戦的な車両で、そのメカニズムや基本性能は当時のライバル車と大幅に異なっていた。1500cc クラス並みと謳われた室内ユーティリティを生む優れたパッケージングや、かつての航空機製造技術に基づいたユニークかつ合理的なエンジニアリングは後に スバリストと呼ばれる熱狂的なスバル愛好家を生むきっかけとなった。開発の葬式はスバル360に引き続き、ももせ進6が担当した。スバル360で自動車産業への進出に成功した富士重工業は小型車市場への進出を狙い、P-1、スバル1500の開発コード名計画中心後も社内で検討を重ねていた。その成果は、 1960年に開発コード A-5 と呼ばれる空冷4サイクル水平対向4気筒 1500cc クリフカットの特徴的なエクステリアデザインを持つ小型車に具現化し前輪駆動方式フロントコイルウィッシュボーンリアコイルトレーリングアームのサスペンション形式サッシュレスウィンドウなど後のスバル線や富士重工業製の小型車引き継がれる 意欲的な技術のひなが、この A-5 計画で初めて提示された。しかし、P-1 計画と同じく、当時の富士重工業の企業規模では、トヨタ自動車や日産自動車などの先行他社に、1500cc クラスでは立ち打ちできないと判断。生産化に至らなかった。A-5 計画中止後、新たに A-4 と呼ばれる、A、A-5 より一回り。 小さい小型車の計画がスタートし、排気量 800cc 程度、全長 3500mm、全幅 1400mm、車両重量 500kg、価格40万円以下を目標に検討が開始された。1963年、A-4 計画は、排気量 923cc、FF 方式、全長 3885mm、 全幅 1400mm、ホイールベース 2400mm、トレッド、臨居、前輪 1230mm、後輪 1220mm、車両重量 650kg という具体的なパッケージングが決定され、63A として商品化に向けた開発に移った。この 63A 計画が、富士重工業発の小型車、スバル1000として世に出ことになる。 開発にあたって、スペース効率と、静粛性、振動には特に留意され、早期から水冷4サイクル水平対抗エンジンと、トランスミッションを縦置けとして、当庁のドライブシャフトを用いた、FF 方式というケージングを核に開発を進める、ことが決定された。その基本メカニズムを、A-5 を下地としながらも、サスペンションのスプリングには座る360と、 同じく、トーションバー、ねじり棒バネを採用することによる、スペース効率とコストダウンの率、急坂途半など、FF 方式の難点だったパラクション確保と、軽量な車重の両立のために、スペアタイヤ、ジャッキ等の工具類まで、エンジンルームに収納し、フロントに全車重の六十パーセント程度の荷重を、集中させることや、パワーロスがなく、静粛性に優れた、デュアルラジエーターの開発。 さらに、完全なフラットフロアの実現のために、排気管を、運転席、ガーサイドシルに配置するなど、スバル線の特徴となる、非常に合理的で独創的なメカニズムの数々が、徐々に形成されていった。一方、FF 方式成立のようとなる、フロントドライブシャフトの等速ジョイントについては、東洋ベアリング、現 NT、NTN との共同開発から、画期的な TO、 J.W. オフセットジョイントの開発に成功。バネした重量を軽減するインボードブレーキ、四輪独立喧嘩の採用と、相まって従来の FF 車の常識を覆す、滑らかで正確な操縦性と乗り心地、そして耐久性を実現した。スバル1000は、当時トヨタや日産など、大メーカーが諦めざるを得なかった。 FF 車両を実現させたことによって、多くの自動車メーカーの FF 方式への関心を高めたのみならず、アルファスとシトロエン GS の開発に多大の影響を与え、当時の2社の工場にはすばる線の残骸が多く見られた。発売当初は、トヨタカローラ、日産、サニー、マツダファミリアなどがしのぎを削る小型車市場で、販売網の脆弱さから販売は、 立ち遅れたものの、伊藤忠商事との販売提携、またエンジニアリングの理想を追求したメカニズムから、スバリストと呼ばれる熱心な信奉者を生み、徐々に販売台数を伸ばし、1969年3月には、月板台数4000台超と、カローラ、サニーに続き小型車市場の一角を確保。富士重工業の自動車メーカーとしての基盤づくりに、大きく貢献した。 また、スバル1000のために開発された DOJ 等速ジョイントの成功により、1970年代からの世界的な小型車の FF 化への潮流が決定的になった。1969年3月にはドアを 4mm 広げて 1088cc としたスバル FF-1 シリーズへ移行した。現在の富士重工業が歌うシンメトリカルオードの始祖、ルーツと言える。 この水平対向エンジンを核とした左右対称レイアウトの採用は 3900mm の全長に 2400mm というロングホイールベースを採用することによる広い室内空間の確保と FF 方式の採用のためにエンジン全長を短くする必然から生まれたフロントエンジンリアドライブ方式についてモモセはこう述べている P-1 で FR をやったが その時に感じたのはいかにも非合理的なパワートレインだということだ。駆動力をフロントのエンジンからプロペラシャフトでリアデフに持っていき、さらにドライブシャフトを経てタイヤに伝えるという駆動経路の長さ。しかも長いプロペラシャフトは厄介な振動源に他ならない。人を乗せるための乗用車に採用する合理性はない。それに対して RR や FF は 部品点数が少なく、乗員のためのスペースを圧迫することのない、合理的な駆動方式だ。スバル360で、リアエンジンリアドライブ方式の採用により、わずか3.0メートルという全長の制約の中で、大人4人が無理なく移動できる、革新的なパッケージングを構築した、当時の富士重工業の技人は、スバル1000の開発にあたり、一転して、当時まだ世界的にも、 採用例が少なかった FF 方式の採用を決定したのである。もちろん FF 方式の採用には当時の乗用車、軽自動車の一般的な駆動方式だった FR、RR 方式では1964年東京オリンピック以来の大規模な全国的高速道路網の拡大の高速時代に直進性、往復安定性などの操縦安定性で十分な。 性能が得られないという判断もあったと言われている。こうして、先に決定された室内スペース、駆動方式のために、スバル360に引き続き、エンジンに割り当てられるスペースは、非常に限られたものとなった。しかし、当時の富士重工業の技術人は、1959年発売のミニのように、狭いスペースの中に、横置き直列エンジンの下にトランスミッションを詰め込む。 メカニカルパッケージではなく、よりメカニカルロスが少なく、よりコンパクトなエンジントランスミッション構成を目指した。そのため、本質的に低重心で全長が短く、直列エンジンと比較して優れた回転バランスを有し、なおかつ A-5 以来の技術的蓄積のある水平対向エンジンの採用につながった。当時エンジン開発を担当した山川徹は、 当時を改装して水平対向なら入ると直感的に思ったという。また、水冷方式の採用については A-5 計画の空冷水平対向エンジンがオーバーヒートに悩まされたためだと言われている。スバル1000の EA52 型エンジンは軽量化とフロントオーバーハング部への搭載による操縦性の悪化を防ぐためにシリンダーブロック、シリンダーヘッドは アルミ合金中造製とされ、エンジン重量は乾燥重量でわずか 75kg と非常に軽量に仕上げられている。冷却方式には、デュアルラジエーターと呼ばれるシステムを採用。これは従来のエンジンのような冷却ファンを持たず、メインとサブの2つのラジエーター、それに小型電動ファンで構成され、低温時はサブラジエーターのみが作動し、高温になると、 メインラジエーターも合わせて、作動、さらに高温になった場合、電動ファンが作動して、サブラジエーターの強制冷却を開始するため、クランクシャフト先端に冷却ファンを持つ、当時の一般的な4サイクルエンジンの宿命だった、パワーロスがなく、しかも軽量で静粛性に優れた冷却システムとなった。また、サブラジエーターをヒーターの熱源として利用するため、1500から2000、 CC クラスの乗用車に匹敵するヒーターが、スタンダードモデルが標準装備となっていた。縦置きのトランスミッションは、ドライブシャフト長を左右等長かつ可能な限り長く、取ることで、ロールセンターの最適化による良好な走行安定性と乗り心地を両立させるという、スバル360と同じ設計思想に基づいており、開発期間を通じ最適な等速ジョイントが得られなかったことから、 ジョイントの不等速性から発生する振動の軽減も狙ったと言われている。また、ブレーキを一般的なホイール内からトランスミッション側に移動してキングピンとタイヤの中央線を一致させたセンターピボット式ステアリングの採用についてはフロントアクスルが駆動とーだという二つの役割を受け持つために それまでの前輪駆動では少なくなりがちだった前輪の総高角を増大させる意図があったと言われる。スバル1000の開発陣は、ジョイントの不等速性から発生する振動や耐久性の問題を解決するため、インボード側の伸縮可能な等速ジョイントの開発に、63A 計画の初期から取り組んでいたが、その実用化には開発の最終段階に至っても、なかなか目途が立たなかった。 自動車用のドライブシャフト用ジョイントとしては、すでに充実技手として広く使用されていたが、不等速性のあるカルダンジョイント戦前より、シトロエントラクシオンアバンなどの高級車や一部のレーシングカーに用いられていたものの、構造上、主に耐久性に問題を抱えていたトラクタジョイント戦前、アメリカの高級車やレーシングカーに用いられたのの高度な工作精度が、 要求されるため、主にコストの面から普及が進まなかった、ワイスジョイント、チェッパジョイントなどがあり、1959年には、イギリスのミニに、c v j コンスタントベロシティジョイントが採用され、不等速性の問題はほぼ解決されたが、サスペンションのストローク時、前輪駆動軸に大画角を与えた、サイのドライブシャフトの全長変化の問題から、 依然としてその耐久性に課題を抱えていた。日本でも、戦後、鈴木鈴ライトや日の、コンマースなどの国産 FF 車が登場していた、ものの、いずれも、カルダンジョイントの派生型である、L 型ジョイントを採用しており、ジョイントの不等速性から発生する振動や、ジョイント自体の耐久性に問題を抱え、FF 方式の普及の障害になっていた。 だがスバル1000発売直前の1965年、富士重工業の開発人は、東洋ベアリング、現 NT、NTN との共同開発から、ついに画期的な伸縮可能なジョイント、DOJW オフセットジョイントの開発に成功。センターピボット式ステアリングの採用と、相まって従来の FF 車の常識を覆す、滑らかで正確な操縦性と耐久性。 さらに製造にかかるコストの問題を解決した。1970年代後半から始まった世界的な小型車 FF 化の流れは、その多くが横置き直列エンジンレイアウトを採用しており、かつ、スバル1000以降に登場した世界の FF 車が、ほぼ例外なく、インボード側、DOJ、アウトボード側、CVJ というジョイント方式を採用していることから、DOJ、 ダブルオフセットジョイントの実用化がなければ、左右不等調のドライブシャフト調による FF 化は不可能だったと言っても過言ではない。さらにスワル362引き続く4輪、独立喧嘩の採用と合わせ、優れた乗り心地とロードホールディングを実現。FF 方式ならではの直進安定性と操縦性。 水平対向エンジンをはじめとする斬新なメカニズムは当時の自動車雑誌等からも絶賛された。スバル1000のトランスミッション後端から後輪駆動用のプロペラシャフトとリアークスルを追加することにより容易にオード化が可能であることはスバル1000開発過程で既に話題に上っていたがスバル1000開発当時はまだ乗用車タイプオードの商品化は時期尚早ということで 大きな議論にはならなかったという。しかし1970年、東北電力からの現場巡回用車両の共同開発の申し出が発端となり、1971年、1ディーラーである宮城スバルがスバル1000番をベースに日産、ブルーバード、510型のリアでを組み合わせて、オード化した試作車を製作。関係者の間で非常に好評だったことから、 1971年3月から、富士重工業、群馬試作所で生産化に向けてのテストが開始され、1971年秋の東京モーターショー商用車間に、スバル FF-1300G 版 4WD として参考出品され、注目を集めた。当時スバル FF-1300G は、新型車、レオーネへのモデルチェンジを控えていたため、 スバル f f 1 3 0 0 g 版4 w d はパイロットモデルとして1972年3月から合計8台が生産、納入されたに止まった。EA 型水平対向エンジンは1965年のスバル1000の登場から1989年の レガシーに搭載された EJ 型エンジンの登場以降1992年まで排気量アップを繰り返しながらレオネに搭載入れ続け最終的に 1781cc にまで成長。実に26年もの名脈を保った。さらに世界初の本格的量産上用車ベースオードの発売から現在のシンメトリカルオード技術の確立まで 富士重工業の自動車メーカーとしての方向性を決定づけた傑作と言える。しかし、スバル線の拡大キャパシティを備えた優れた素質が円安に依存したアメリカ市場への過度の依存を招き、富士重工業内部の組織の硬直化が1985年のプラザ合意以降の急激な円高以降、大王の迷走から倒産の危機が公然と、 報道されるほどの状況にまでつながったのではないかという指摘もある。サスペンションにはスバル362引き続き4輪、独立喧嘩でフロントが縦置きトーションバースプリング、ねじり棒バネをアッパーアームに使用するダブルウィッシュボーン、リアがトーションバースプリングとセンターコイルスプリング併用のトレーリングアームでフロントはトーションバーツ端のカムによって リアはセンターコイルスプリング部のボルトレンチによって、それぞれ車高調整が可能となっていた。スバル1000の特徴であるトランスミッション側にブレーキを配置するインボードブレーキの採用は、主に FF 方式採用によるフロントタイヤ切れ角の減少を補うためであったと言われている。特に開発途上では最適な等速ジョイントの開発の目途がなかなか立たず、 ジョイントの不等速性から発生する振動を軽減する狙いもあったと言われている。マ、ま、タインボードブレーキの採用によって可能になったセンターピボット式ステアリングはフロントサスペンションのキングピンの軸線とホイールの中心線を一致させたもので路面からの入力に対してサスペンション自体の強度に頼ることなくスムーズにストロークさせることが可能で フロントダブルイッシュボーオンサスペンションの採用と、相まって、不要なジオメトリー変化を抑え、バネ下重量を軽量化できる点で、理論的には最も優れたサスペンション構成と言える。さらに四輪独立喧嘩の採用により、FF 方式本来の優れた直進安定性と高い操縦安定性に、スバル線ならではの鋭い操縦性と、安定したロードホールリングをもたらした。 こうしたエンジニアリングの理想を具現化したメカニズムは、航空機製造との共通性を感じさせるもので、一部からは非常に高い評価を得て、熱狂的なスバリストと呼ばれる信奉者を生み出しが、一方、当時、富士重工業の販売、サービスもは脆弱で、一般の整備工場にメンテナンスを頼らざるを得なかった状況で、アフターサービスの現場からの寄せられる、 メンテナンスの煩わしさに耐える声や、それまでの FF 車が、ドライブシャフトジョイントの耐久性に問題を抱えていたために、その耐久性に回帰的な声も少なくなく、そのことが、当時のスバル1000の評価に影響を与えていたとは、否定できない。このスバル1の、インボードブレーキは、スバル FF-1、スバル FF-1300G を経て、1971年の、 レオーネの登場の際には一般的なアウトボードブレーキに改められ、この特徴的なセンターピボット式ステアリングも廃止された。このセンターピボットステアリングは1990年代にトヨタのスーパーストラットサスペンションの開発の端緒になったと言われている。スバル 1500P-1 以来の伝統であるフルモノコックボディはスバル360の 基本デザインを手掛けた工業デザイナー、佐々木達造をアドバイザーに迎えた社内デザインで開発の参考にされたと言われるシトロ NDS の流れを組むセミファストバックスタイルとなっている。スバル360と同様クラス最大の室内スペースの確保が最優先とされた。そのために採用された 2400mm というホイールベース長は 当時の 1500cc クラスの標準的な長さであり、ライバルであるトヨタカローラや日産、サニーと比較すると 120mm 余りも長い。FF 方式の採用によりフロアトンネルを持たず、排気管を助手席側サイドシルに配置させることで、実現した完全なフラットフロア、さらにサイドガラスにカーブドグラスを採用することで1500から2000。 CC クラスに匹敵する広く開放感の高い室内空間を実現した。国産車では初めて燃料タンクを鉱石座面下に配置して、モノコックボディの構造材の一部としての役割を受け持たせ、スペアタイヤ及びジャッキまでをフロントエンジンルーム内に配置することで、当時の記者発表会でサッカーボール48個分と歌うほどの広大なトランクスペースを得た。 スペアタイヤ及びジャッキ等をフロントエンジンルーム内に配置させることは、軽量な車重と FF 方式採用によるフロント駆動輪のトラクション確保のための全軸荷重の増大を意図したもので、一つの部材で二つ以上の機能を果たす、航空機製造に通じる設計理念が感じれる。スーパーデラックスでは、すでにこの時代に運転席と後席、さらにタラーボードをつないだ。 フルリクライニングシートまで実現している点は注目される。1967年11月に追加されたスバル1000のスポーティングレードを、スバル1000の EA52 型をベースとなっているが圧縮比を10.0に上げ、三国工業製のソレックスタイプのツインキャブレターを装着、クランクシャフト、カムシャフト、シリンダーヘッドなど、その構成部品の多くが 専用部品で、もはや別のエンジンと言っても良いほどの本格的なチューニングが施されている。FF 方式採用によるトラクションと軽量な車重を武器に、国内ラリーでは 1000cc クラスでは無敵の強さを誇り、1968年9月に行われた第10回日本アルペンラリーではクラス優勝を獲得している。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。